ハイプレイボリュードーム野球人です。侍ジャパン韓国に勝利でメダル確定、山田哲也は決勝2塁打ということでございまして、東京オリンピック、野球準決勝を見事韓国に日本勝ったということで、めちゃめちゃね、いい試合でした。では見ていきましょう。はい、侍ジャパンが韓国に勝利で銀メダル以上確定。侍ジャパンが韓国との準決勝を5対2で制し、1996年アトランタ五輪以来の銀メダル以上が確定した。先制は侍ジャパン3回無視、1、2塁山田の犠打でワンアウト2、3塁と攻撃を拡大すると、坂本の犠牲フライで先制点を奪った。5回には先頭山田の2塁打をきっかけに1、3塁とし、吉田正尚が、センター前にタイムリー、ですね、マークし2点目を奪ったと。しかし直後6回5回まで2安打無失点だった山本、ですね、先発の山本由伸選手がですね、2連打で1点返されるとイ・ジョンフにもヒットを打たれて、続く4番、ヤン・ウィジから三振を奪ったところで2番手岩崎に交代。しかし岩崎選手もキム・ヒョンスにタイムリーを浴び、試合を振り出しに戻されたと。でそして8回ですね、ツーアウト満塁のチャンスで山田選手が、レフトフェンス直撃の3点2塁打を放ち勝ち越しということで、プロ初参加の2000年シドニー以来、五輪野球での韓国戦は4戦全敗だった中、初めて宿敵から勝利をつかんだということなんですね。というわけで残す決勝戦、で、銀か金かと決まるということでございます。はい、本当にね良かったなというところなんですけれども、もうちょっとね詳しくスタメンから見ていきましょう。はい、じゃあもうちょっとね詳しく見ていきましょう。スタメン、見ていくと日本はこんな感じですね、1番山田選手、2番坂本選手で、3番吉田選手で、7番に近藤選手が入りました。菊池選手がねセカンド外れて、山田選手がセカンドでというところになってきて、ちょっとね変えてきたんですけれども、先発は山本由伸選手で、韓国の打順はこんな感じですね。で、ですね、両先発陣、山本由伸選手、そしてね、韓国側のピッチャーも悪くなかったですね。由伸選手は 5.1 イニング、94球5安打、1球9奪三振、2失点、0点1点ということで、途中でね、変わって岩崎選手がちょっとタイムリー打たれたんですけれども、その後もね、岩崎選手しっかり抑えてくれたので、これでね、止まっております。で、韓国のピッチャーですね、高4票。もう良かったです。5回91球6安打1球7奪三振0点2ということで、もうちょっとね変則気味のピッチャーだったんですけれども、なかなかね苦労したんですけれども、その中でもね、よく点を取ってくれたなというふうに思います。はい、でそれで点を取ったのがですね、坂本選手が犠牲フライで、吉田選手がタイムリーということで、しっかり点を取ってくれました。で、最後ですね、山田哲人選手が8回に、満塁の場面でしっかりと2点、3点ですか、2塁打ね打って、いただきました。まあ本当にさすがでしたね、本当に国際大会強いですねこの人は。ホームランもね、この大会打ってましたし、前のプレミアでもしっかり打っておりましたので、本当に頼もしいね、選手だなというふうには思います。まあすごいね、みんな活躍してくれたので、残すは決勝というところでございます。では、今回の打者成績ですね、全員分見ていきましょう。はい、では打者成績ですね、一気に見ていきます。1番に入った山田選手、セカンドでね守ったんですが、4の2、3打点ということで、彼がね試合を決めてくれました。打率も3割1分3厘と好調が続いていると。で坂本選手ですね、4の1でしたが、しっかりとですね犠牲フライ先制点、取ってくれましたし、打率もね、しっかりと好成績キープしております。で吉田選手もですね、今日3の1、フォアボール1つということで、打率3割1分3厘で、鈴木誠也選手ですね、やっぱ彼が一番、これからね、ラスト1試合どうなっていくかというところですね、4の0、2、3、4、打率がですね0割6分7厘ということで、そうですね、前の試合ねホームラン打ってくれたんですけれども、最後の試合でどうなるかというところです。で浅村選手が4の0でしたね、実は4三振してるんですね、ちょっとタイミング合ってなかったですね、2割6分7厘と。で柳田選手が3割1分3厘、今日は4の1打ってくれました。で近藤選手ね、4の1としっかりね初スタメンの中頑張ってくれたなと、3割3分3厘ということでございます。で村上選手は3の2で、敬遠もありましたし、本当ね、状態上がってきてるなと、若いのにね本当すごい選手だなというふうに思います。で甲斐選手も今日も打ちました、
2の1ですね。で、フォアボール2つ選んでるのがかなり大きいかなというふうに思います。今大会本当にね頑張ってくれておりますので、本当にそうですね、彼の、まあ、バッティングがなかったらちょっとね日本危なかったかなというぐらい、打ってくれておりますので、決勝もね、期待したいですね。はい、では続いてピッチャーの成績見ていきましょう。はい、では投手成績見ていきましょう。ピッチャーはですね、山本由伸選手、先ほども言いましたが 5.1 回投げて、94球5安打、9奪三振1球でデッドボール1個失点2ゼクテン1ということで、まあ、ナイスピッチングでしたね。防御率も今大会 0.79 ということで、まあ、本当に日本の、ね、エースらしいピッチングでした。今大会はそうですね、間違いなく彼が引っ張ってくれたのかなというふうに思います。で、岩崎選手ですね、ランナー背負って投げたんですけど、ヒットね1本打たれて返されたんですけど、その後は2三振ということで、まあ、これが大きかったかなって思いますね。あそこでしっかりね三振が取れたということが、まあまあ、ぐっとね勝ちに近づいたなと。で、伊藤選手も素晴らしかったですね。2イニング投げて、打者8人ですか、被安打1、奪三振3、フォアボール1個、ゼキテン0と、ルーキーが素晴らしい活躍してくれました。で、ルーキーといえばこの人ですね、守護神栗林選手、1イニング投げて21球、打者4人に相手奪三振、1、よしく1、ゼキテン0ということで、しっかり締めてくれました。このルーキー2人のね、系統っていうのが素晴らしかったなというふうに思います。はい、というわけでピッチャーが以上でございます。続いてネットの反応も見ていきましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。ヤクルトの山田哲が決勝だ、日ハムの伊藤大海が好投で勝ち投手、ヤクルトと日ハムで稲葉監督にメダルをもたらすというということで、そうですね、稲葉さんが現役時代、ヤクルト、そして日ハムを経験されていたということもあって、確かにこれはね、まあ、感慨深いものがあるなというところでございます。本当にね、まあまあ素晴らしい活躍でございました。決勝もね本当に頑張っていただきたいです。はい、こちらを見ていきましょう。侍ジャパン決勝進出、宿敵韓国に勝利、北京の雪辱を東京で晴らすと一緒。ここまで来たら侍ジャパンの優勝が見たい。苦しい試合続きやけど、ほんまに日に日にいいチームになってきておるということで、本当にね接戦がね多い試合だなというところなんですが、それを勝ててきてるっていうのがチームのね、力にもなってるのかなというふうにも思いますし、勢いがね出てきてるなと。で、やっぱり北京オリンピック、そこが本当にね、メダル取れなくて悔しい思いをした日本ですが、その雪辱を晴らす、ことをこの東京オリンピック、とりあえずメダルは確定しました。銀以上なので、なのであとは金か銀かということでございます。はい、というわけで最後に決勝戦ですね、気になるところですのでお話しして最後終わりたいと思います。はい、では最後で、決勝戦のお話をして終わりたいと思います。次ですね、決勝戦最後の試合、日本はあと1試合だけです。8月7日に、決勝戦が行われるということで、なので2日間ですね、まあ、お休みが入るということなので、まあ、19時プレーボールということなんで、これはねちょっと楽しみだなというところですね。で、対戦相手なんですが、この後ね行われる韓国とアメリカの勝者が日本と決勝戦戦うということで、金メダルをかけて、まあ、どちらが来るかは分かりませんが、どちらもね、まあ、戦った感じやっぱり強かったですよね。なので、まあまあそのどっちが来るかというのも要チェックかなというところでございます。で、先発ですねはどうやらどうなんですかね、森下選手が順番的にはね、投げる予定であるんですが、これはちょっと分からないなと。ギリギリにならないとね2日も空くので、もしかしたら田中将大選手来るかもしれないし、大野選手とかね、そういう可能性も十二分にあるかなというところなんで、ここもね、どうなるか要注目なところかなというふうに思います。はい、では以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価、などお願いします。本当にね、よかったです。日本、決勝戦頑張っていただきたいです。以上です。野球人でございました。ゲームセット、ありがとうございました。